はい、あ、皆さんこんにちは。米沢エレクトロニクスの中でございます、ちょうどですね、去年の春頃だったんですけど、このジャンボリーの中野で参加させていただいた時、ちょうどですね、シノプシスの人がちょっとビッグリトルの話を始めてしていただいてですね、でその時に私、反対側の、まあ、校長席が聞いてまして、狭いで、まあ、1年後、まあ、ほぼ1年ちょい後ぐらいに、まあ、こちら反対側に立ってですね、ちょっとお話できるの大変嬉しくなります。まあ、ということで、去年の4月からですね、私の方も、私の全部ルーツの育児支援を作り出してましたので、まあ、1年間の、まあ、活動のまとめ的なものも含めてご説明いたします。で、題名はですね、まあ、ちょっとこの資料のタイトルも若干違ってるんですけど、ちょっと厳密にこういう形の内容の、まあ、発表をしましたですね。Cグループを使いまして、まあ、ビッグリトルのアーキテクチャを使いこなすという、まあ、その研究の一環というか。で、これが、まあ、本日の私のトークの目次でして、まあ、簡単に背景をまあ、イントロダクションで説明させていただいて、それから、まあ、ビッグリトールアーキテクチャについて、まあ、あまり馴染みの中でもいらっしゃるかと思いますので、まあ、簡単に説明させていただきまして、でそれから、まあ、ルネサスが、取り組んでます、まあ、2つのアプローチですね、を、まあ、ご説明しまして、まあ、それらの評価という形でご説明したいと思います。まず簡単な背景ですけれども、まあ、ルネサスはですね、このまあビッグリトルアーキテクチャに基づきました、まあ、アームベースの SOC をですね、まあ、作っております。で、現状ですね、まあ、何種類かあるんですけども、まあ、代表的なものとして、まあ、掘り下げてあります、AP6 ですね。まあ、これ、プロトタイプ的な位置づけのものなんですけども、これを使いましたデモですね、まあ、今日はご紹介する、まあ、評価はデモベースで。でそれは、モバイルワールドコンテストですね、この、2月のバルセロナであったところで、まあ、デモさせていただいています。それから、まあ、最近ですね、社債向けの方に注力していきますので、まあ、RKH2 というチップがございまして、まあ、これにリクリートを搭載しています。で、まあ、これら両方ともですね、まあ、CA15 というのは、ビッグのコアを4個、それから CA7 というリトルのコアを4個載せた、まあ、オクタコアのチップになっています。それで、まあ、今ご説明しましたように、まあ、ビッグリトルと言いますのは、まあ、ARM のアーキテクチャとして、で、ARM 自身が、3つのですね、ユースモデルというのを、提案しております。で、しかしながらですね、現状これだっていう決め手がですね、決め手のソリューションが今ないと。ただまあ一生懸命ですね、ARM 自身も、開発の、ARM 自身とか、まあ、たくさんのパートナーとかですね、一生懸命努力してですね、今、ソリューションを作ろうとしている。で、まあ具体的な例としては、ARM 自身が提案してます、その3つのユースモデルのうちの、まあ、2つは、まあ、カーネル側の、まあ、アプローチですね、を、実現して、ソリューションを持っているというアクティビティがあります。でそれ以外に、まあ、ユーザースペースから、既存の機能を使って、このビッグリトルを使いこなせないかという、アプローチがあります。で、我々もそれなんですけども、ARM 自身もですね、まあ、シミュレーションベースですけども、やっぱりその C グループ使って、使いこなす提案といいますか、実験みたいなことをやっております。で、まあ、ルネサスはですね、まあ、ARM の一人の、まあ、一つのパートナーとして、まあ、活動しているわけですけれども、まあ、ルネサス独自の、まあ、ソリューションですね、まあ、既存のテクニックを使ったですね、このアプローチをの、まあ、ソリューションを、提案しておりますので、まあ、本日はそれのもう初期評価結果を、まあ、ご紹介するという形になります。でまずビッグリトルアーキテクチャって何かっていうのと、まあ、そのどんなソリューションがあるかっていうのを、まあ、まとめます。で、まあ、これちょっと絵が描いてあるんですけども、基本的には
エテロジニアスなマルチコアのアーキテクチャで、であの性能最優先の、ビッグコア、それから、まあ、エナジーコンシャスで、消費電流を、まあ、極力抑えた経済的な、そのリトルコアの、まあ、2つで構成されるアーキテクチャになっています。で、まあ、こちらにダイグラム書いてありますけれども、右側が、まあ、CA15 と書いてありますのが、コルテックスの、まあ、A15 ですね。でこれが、まあ、ビッグコアで、まあ、ここに代表的には今4と書いてありますけど、まあ、特にあの個数はそれほど厳密には制約はされてないです。で、まあ、左側に C7 というところがあります。ただ、まあ、後ほど出てきます、そのユースモデルによってはこの数が一致してないとちょっと具合が悪いというものもあります。で、この上がですね、その代表的な、アームが提案している3つのユースモデルの説明です。で、3種類あるんですね。で、クラスターマイグレーション、それからインクラスター、インカーネルスイッチャー。で、これはあの CPU マイグレーションという名前で以前呼ばれていたんですけども、今はインカーネルスイッチャーと呼ばれています。それからビッグリトル。この3種類ですね。で、ちなみにあの、去年、シノプシスさんが、発表されたのはこの上の CPU マイグレーション、クラスターマイグレーションです。で、クラスターマイグレーションといいますのは、まあ、カーネル側から見るともうあのコア4個しか見せない。それで、このビッグのクラスターとリトルのクラスターを、カーネルの下でまあスイッチさせ切り替えるというやり方です。まあ、CPU ロードによって、システムのロードによって、処理が大変なときはビッグ、そうでないときはリトルという形で切り替える。でも非常にあの分かりやすく、非常にあの、まあ、コントロール制御が優しいというメリットがある反面、まあ、せっかくあのある、まあ、これだと8個のコアのうちですね、一度にまあ半分しか活性化しないという、まあ、そういうデメリットがあります。で、2点目のまあインカーネルスイッチャーも、まあ、考え方は CPU マイグレーションと同じなんですが、まあ、CPU マイグレーションというのはこれカーネルの外側でやるので、そのハイパーバイザーがというレイヤーが下にあって、それの、まあ、品質保証誰がやるんだろうとか、まあ、そういうの結構問題があってですね、そして、まあ、それカーネルに入れちゃえという話で、このインカーネルスイッチャーというのがあります。で、このやり方はですね、このビッグコアとリトルコアを、まあ、1個ずつですね、組み合わせて、まあ、1つの仮想プロセッサーを作っています。で、ですからカーネルはやっぱりこの、8個あったらその4個しかないと思うんですね。で、それを、内部の方でその加算、あの処理に応じて、ビッグリトルというのを切ったりで、まあ、これもあの非常にシンプルですね。これはの、メリットとしては、まあ、すでにあのプロダクトクオリティの Linux のソリューションがございます。で、実際に、皆様ご存知の Galaxy の S4 ですが、残念ながら日本マーケット あのチップは違うのでビッグリトルじゃないんですけども、日本の外のマーケットの、その S4 ですね、には、このインカーネルスイッチャーが使われています。で、3番目が、まあ、ビッグリトル MT ということで、で、これはまあ、ある意味本命ですね。で、まあ、非常にあの、まあ、正攻法で、そのカーネルが、この、全部のこのヘテロジニアスなマルチプロセッサーの面倒になったということで、まあ、メリットとしては、もう全ての、この物理コアを使いこなせるということですが、まあ、デメリットとしてはですね、まあ、容易に想像がつくように、カーネルの、まあ、内部の深い共通部分ですね、まあ、特にスケジューラーのコアの部分に手を入れなきゃいけないということで、まあ、やっぱりオイソレとアップスルーに入っていかない。で、実際の、先週の Linux コーナーの最後に、LWN のジョナサンが説明してたんですけども、やっぱりその、カーネルのコミュニティ、特にスケジューラーのところは、まあ、とか、まあ、コアのところは、エンタープライズ系の人が、の開発者たちがもう仕切っていて、で、せっかくようやく安定したところに、こんなその変なサーバーとかに、直接にはいらない、まあ、長い目で見ると、まあ、消費電力とかでいるかもしれないですけど、まあ、そんなあのデグレするかもしれないの、簡単に入っていかないよと言ってたんですけども、まあ、というようなちょっと難しさがあります。
まあ、ただそうは言ってもですね、やはり、まあ、ルネサスとしてもビッグリトル MP が、まあ、一番パワフルで、まあ、最終回というふうに今認識をしているんですね。まあ、これをこれの、まあ、なんて言いますか、完成に向けて、まあ、協力できるとか協力していこうとか思っています。ただ、まあ、実際先ほどのように一体いつ完成するかというところがまだわからないので、まあ、それに対するいろんな会を模索しているということです。で、まあ、ここに一応ちょっとかなり独断的なんですけども、まあ、3つの課題があるんじゃないかなというのを、このビッグリトル MP というものに対するチャレンジングの意思をちょっとまとめてみました。で、1つ目はですね、まあ、最適なプロセスのプレイスメントということで、ダイナミックにですね、仕事、コンピテーショナルに計算量の非常に重たいプロセスをビッグのコアに割り付けて、そうじゃないプロセスを、まあ、リトルのコアに割り付けるというようなことをやっていくのが、当然今の考えであるんですね。今は SMP が主流の世界になります。それで、まあ、イシューの2としては、まあ、といってもなんて入力、カーネル側の入力として、まあ、追加のパラメータが、まあ使えるなと。でそれは例えば、なんて言いますか、アプリケーションのレイヤーから、ユーザースペースから、どのくらいの高負荷が必要だよというような情報が出てきたり、あるいはその温度ですね、今この CA15 の方は、性能を最優先で設計してありますので、もう消費電流とか温度、熱とかですね、もう度外視になってますので、まあ、そういった熱に対して、どう反応するかといったようなことをちょっと、解決しないといけないと。で現状はスケジューラーとしてはもう CPU の労働を中心に今見ているんですけど、まあ、そういった他のパラメータは使わなきゃいけない。で3点目は、現実、存在しているそのパワーマネジメントのフレームワークにどうやって当てはめるかということで、まあ、CPU フォトプラグとか CPU アイドルとか、まあ、使ってないのを落としたりっていうのは、まあ、比較的簡単なんですけども、現状主流になってます周波数スケーリングですね、まあ、電圧を変えたりコア の負荷に合わせて CPU ロードに合わせて周波数をこう振っていくというようなことをビッグリトルに対して、まあ、最適にやっていかないといけないということです。でこれ各々バラバラはですね、まあ、なんとか頑張ればできるかもしれないんですけども、これ全部一遍にですね、解いて、さらに全部の物理コアがアクティブな時にこれを解決するっていうのは多次元の最適化問題になってるということなので、これ非常に難しい話です。でどうしようかということですね。でこれちょっと簡単に、ただ一応途中ですけれども、ビッグリトル MP はこれを全部解決しようとして進めているということで。ですので、今簡単にここのクラスターマイグレーションという関連スイッチの状況も書いてありますけれども、ビッグリトル MP はワークインプログレスで、今月中にもう 3.1 で出てきそうですけれども、この中には完全に入ってなくて、で先週のお話だとプリパレーション。で、まあ3.10 を使えば、今実験中 のパッチとかですね、それはまあ当てはめられると思いますけども、まあ、まだ実際に普通のユーザーがこうアプシムが落としてきたら全部入ってるっていうのはもうちょっと先になりそうだということです。そういう前提をですね踏まえて、我々の方で2つのですねC グループベースの、アプローチを、提案しています。で、これらは先ほどの3つの課題を、解決するという目的でやっています。で、アプローチ1はですね、基本的にクラスターマイグレーション、C グループを使ったクラスターマイグレーションなんですけれども、従来のクラスターマイグレーションに対して、ちゃんとですね、パフォーマンスインデックスとか、その温度とかの追加的なパラメータを使えるようにして、それからアプローチにはですね、
実はアプローチ1に基づいているんですけども、まあ、アプローチ1は、まあ、クラスターマイグレーションベースで、どうしても全部の物理コアが動かせないというちょっと欠点がありますので、それをまあ全部一点に使えるようにしましょうというのがアプローチ2です。で、これからの2つのアプローチについてちょっと細かく詳細に説明していきます。でまずクラスターマイグレーションアプローチ1のですね、まあ、非常に考え方オーソドックスでシンプルです。でまずですね、全てのまず C グループって言います。 C 機能ですね、プロセスグループですね、あらかじめ決めたプロセスグループを、これまたあらかじめ決めておいた CPU セットにマッピングできると。で、まあ、CPU セット自身は変えられますので、まあ、それを使っていろいろやっていこうということです。で、まあ、全てのタスクを、まあ、スロープロセスとダイナミックプロセスというのを一つに分けます。で、スロープロセスグループっていうのはもう、リトルクラスターに、まあ、作り付けにしましょう。で、ダイナミックプロセスグループですね、状況によってこの CPU 負荷を増やしたり減らしたりする必要があるものに関してこのプロセスグループにまとめて、で、それを、C グループの側側がですね、切り替えるという形に、で定義しようと。右側が、ちょっとあれですね、ダイナミックプロセスグループが CA10、 一緒に A としてこっち側に CA7、 こっちに10ですね。ですので左側の図は、全てのプロセスがリトルコアでリトルクラスターで動いて、こちらの場合は、まあ、ダイナミックプロセスグループだけリトルクラスターで動いているという、そういう仕組みです。で、まあ、どうやって実現しているかっていう話はですね、まあ、ここにちょっと書いてあるように既存のですね、非常に、よくあるインターフェースですね、スタンダード標準的なインターフェースを使っています。で、まあ、あとあれです、ボンドのこの、サーマルのディレクトリの下から取れるような形になっていますので、まあ、ポイントとしては標準的なものしか使っていないです。で、あと、まあ、先ほどの C グループに関しましては、デブスラッシュ CPU セットの下にいろいろ自分たちのプロセスグループ作れるんですけども、そこにまあダイナミックっていうのを作ってですね、でそこにダイナミックの、CPU セットのファイルを、まあ、作ってて、このファイルに、まあクラスターを構成する CPU を割り付けることによって CPU のグループを割り付けることによって今切り替えているということですね。でこういうやり方ですので、まあ、フレキシブルなので、まあ、CPU のコア自身も、の数自身もですね、パフォーマンスインデックスに従って、まあ、変えられるわけで、CA15 と CA7 の数も、まあ、フレキシブルに変えられるということです。それから、まあ、先ほどのこのサーマルのセンサーのモニター、ステートをモニターしていて、まあ、CA7 1個に、まあ、緊急事態ですね、急に発熱したときに CA7 1個にするというような、まあ、制御もできるということです。で、これはまあちょっと模式的に、まあ、図式的にちょっと直感的に分かりやすいようにしてるんですけども、この CPU セット .cpu っていうのに、リククラスター、リクドルクラスター、あるいは CA15、ここにまあその CPU のまあグループのセットを定義しておいて、まあ、それをこう切り替えながらアサインするというようなやり方に実現しています。で、これが、そのアプローチ1の C グループガバナーのアルゴリズムです。まあ、これが先ほどのイシュー2に対する回答になっているんですけども、まあ、ここで言ってますパフォーマンスインデックスって言いますのは、まあ、0が一番、パワーコンシャスで、消費電量を極力抑える、極力というか一番抑える、性能を犠牲にすると。で 100% は逆に、その性能最優先、性能最優先でも消費電量が知らんというのを100%、その間を、まあの度合いを
パーセンテージの数字で表す。で、そのパフォーマンスインデックスとこの温度に応じて、どういった、その CPU セットのクラスを選ぶかっていう、その C グループガバナーアルゴリズムがこの表にまとめています。で、例えば、まあ、温度が、まあ、通常の、まあ、60度以下の時に、もしもそのパフォーマンスインデックスが 50% よりも下であれば CA7 のクラスターが選ばれて、 50% 以上であればC15 のクラスターが選ばれる。でさらにその時のインデックスの数に応じてその CPU のコアもの数もまあ制御するということです。で、温度がその60度に上がってしまう、まあ、60度に限らないんですけど、まあ、ある設定した温度よりも大きくなってしまった場合は、まあ、緊急事態ということでパフォーマンスインデックスに関わらないで、まあ、必ず1個の C7 に戻すというような、構成になっています。で、スロープロセスの方もですね、これも CA7 に全部割り付けてありますが、パフォーマンスインデックスに応じて CA7 の個数も変えられるというような形にしてございます。で、3番目の、既存の、まあ、1次元の、まあ、DVFS との相性の話なんですけども、イシュー3ですね。でこれはですね、まあ、ちょっと現状の話で解決できているという話になってしまうんですけども、まあ、現在の SOC、まあ、ルネサスの SOC もそうなんですけども、周波数制御と電源制御はクラスター別、クラスター単位でやっているということですので、まあ、クラスターマイグレーションで、やる場合には必ずのどちらかの、ドメインだけがクラスターだけが、まあ、アクティブになるので、まあ、その中で、既存のやり方を適用するということで、まあ、解決するということです。で、これが、まあ、アプローチというのサマリーになりますが、まあ、3つのイシューですね。最適なプロセスプレイスメントは、ダイナミックプロセスをパフォーマンスインデックスで、まあ、制御する。でこれは、まあ、実際にあのアプリケーションをこのレイヤーからあのこれから重たいプログラムを動かすよといった時に、まあ、そういった指示を出したりですね、あるいはあのスケジューラーの、プレスケジューリングするやり方で、入れることもできます。でイシュー2に関しましては、まあ、先ほどご説明しましたように C グループガバナーのアルゴリズムの中に今組み込んでいます。で、イシュー3もクラスターベースで解決されているということで、アプローチ1はこれら3つのイシューを全部解決していて、現状のカーネルバージョンで使うことができます。ただし、この8個全部使えますかっていうと、ダイナミックプロセスグループで8個は使えない制約があります。ということで、これをどうやって解決しようかと検討した結果がアプローチ2です。でアプローチ2ではですね、スケーラブルバーチャルプロセッサーというのを導入します。という概念を導入します。で、まあ、1次元のですね、スケーラブルバーチャルプロセッサーというのを導入しまして、まあ、先ほどリクリートMP の、まあ、問題だと申し上げました、多次元の最適化問題を、まあ、単純な1次元の制御にマッピングすることによって、解決しようというのが以上です。でこうしますと、まあ、1次元の CPUFX のスケーリングとの相性がいいので、まあ、インテグレーションというか、まあ、コンソリテーションが容易になると思います。でこのスケーラブルバーチャルプロセッサーの構成方法は何通りかあるんですけども、まあ、ここではちょっと2つご紹介したいと思います。でこれは、まあ、8個のコアですね、4個のビッグのコアと4個のリトルのコアを使って、まあ、12状態にマッピングする例を挙げています。で例えば、まあ、一番、状態の低いところはリトルコアが1個ですけども、例えばこの5番目は、ビッグが1個とリトル、で最後の12で、まあ、ビッグとリトル全部、まあ、こういうようなこの構成方法です。
で、これはまた別の方法で、これはもうちょっとシンプルですね。まあ、先ほどのやつは、性能が滑らかに上がっていくように発見したんですけども、まあ、これはコアの数が1個ずつ増えていく。こうすると、まあ、タスクのマイグレーションが 最初になるかなというので、こういう構成です。ですので、まあ、物理コアと、状態の数が一致してますね。状態の数が増えていくに従って、コアが1個ずつ増えていって、最後の V8 で8個が全部使われるという、そういう構成になっています。で、どうやって実現しているかというと、まあ、先ほどと全く同じ、アプローチ値と全く同じで、この cpuset.cps というファイルにですね、まあ、先ほどクラスターをこう割り付けたんですけども、まあ、その代わりに、このバーチャルプロセッサーの、まあ、を、まあ、状態ごとにこうセットを作りまして、それをまあ順次当てはめていく。ですので、まあ、トータルのシステムロードとしては、その組み合わさった CPU の、まあ、総和のロードを、まあ、この後ではシステムロードと呼びたいと思います。で、そのシステムロードに応じて、まあ、状態を切り替えて、で、これがその CPU C グループガバナーのアルゴリズム、アプローチ2の場合は、まあ、先ほどと同じところは、温度がまあ60度以上になったら、必ず一番低い状態の V1 を選ぶと。で、60度よりまあ小さくて、まあ温度が50、あ、ですね、パフォーマンスインデックスが 50% よりも大きければ、その時のロードに応じて、その仮想プロセッサーの状態のレベルを上げたり、まあ、下げたりする。あるいは、まあ、あるレベルでは変えない。ということで、要は、はい、そういう形で、制御するということですね。これで、まあ、このやり方だと、まあ、ここがちょうどフィードバック制御になってですね。で、パフォーマンスインデックスは、あらかじめその予測してフィードフォワードな制御ということで、まあ、それの組み合わせというのは制御が可能だろうということになります。で、これはですね、まあ、先ほどの CPU フレックのコンソリデーションですけども、まあ、一種三の話ですね。で、でそれはですね、CPU フレックのまあガバナーをいくつか選べるんですけども、それ のユーザースペースのガバナーが選べますので、まあ、それを選んでですね、その CPU フレックのユーザースペースのガバナーと、まあ、この C グループのガバナーを、まあ、融合させてですね、まあ、一つでもガバナーで制御することによって、まあ、一次元化することが可能になると。で、それによって、これで制御することは、するものは、対象としては、まあ、そのスケーラブルバーチャルプロセッサーの、まあ、仮想周波数を、まあ、スケーリングするような形になっています。で、それは、さっきの一次元で言いますと、まあ、CPU、仮想プロセッサーの、状態が変わらないところで周波数のスケーリングをするということですね。で、これがバーチャルフレンケーシーの、まあ、例ですけれども、スケーラブルバーチャルプロセッサーのオペレーショナルパワーポイントを8個のフィジカル CPU のOPP に回っていくようにするという例です。まあ、ちょっと8個は入ってだいぶごちゃごちゃしちゃってるんですけども、こちら側がですね、物理プロセッサー POPP の L1 から L4、B1、B4 というところの周波数。まあ、電圧がここに書いてあって、まあ、OPP っていうのは周波数と電圧のタップルなんですけども、まあ、それの表を、このバーチャルフレーケンシーにまあマッピングするということです。で、ここではまあちょっと今一番、初期の段階の評価なので、まあ、単純にこの仮想周波数は物理周波数の和という前提でやっています。まあ、ここはちょっといろいろ工夫の仕方あるかなと思います。で、これをやるとですね、ですので、ちょっとまあ簡単に、まあ、周波数がこう変わっていくわけなんですけども、
ここの、なんていうんですか、周波数を変えるとともに、この周波数のボス、バーチャルプロセスの状態も変えていくということを同じ1次元の制御で、まあ、やっていこうというのがポイントです。で、こうしますと、まあ、例えば、まあ、これ一例になっているんですけども、C15 の周波数を300MHz ぐらいで使うのを例えば2までしていて、でこの8個の CPU 全部、例えば CA15 が 2GB で動いて、CA7 の MAX が 1GB だとすると、まあ、4個ずつありますので、MAX が、まあ、12GB ということで、まあ、こういう、これ、この1次元の操作で、この40倍ぐらいのダイナミックレンジを操作できるというようなメリットがあります。まあ、これは今、ちょっと理論です。で、まあ、周波数のスケーリング使わなくても、まあ、大体10倍ぐらいは取れるんじゃないかなと思ってます。で、これがまあ、アプローチ2の、サマリーですけども、まあ、3つのイシューを、まあ、全ての物理コアがアクティブな状態で、まあ、解くことができます。で、しかも、カレント関連と一緒に与えられています。まあ、ここはあの先ほどと同じなので、ちょっとまあ、簡単に言いますと、だからイシュー1はバーチャルプロセッサー、バーチャルスケーラブルプロセッサーごとの共有での状態制御が解決します。で、2番目は、まあ、これはあのアプローチですね。で、3番目は、その CPU フレッグガバナーと CPU C グループガバナーをコンソリデートすれば、解決すると。で次にエバリエーション結果ですね、評価結果をご紹介します。で、評価にはですね、評価のために Android 上にデモを作って評価しました。で、AOSP の Android の 4.2.2 と、それからカーネルは 3.6 ですね。それからそれを、これがまあ X6 の AP6 のテストボードなんですけど、その上にインテグレートして、その上で評価を実施します。で、これから評価結果は、デモのムービーでちょっとお見せしようと思いますけれども、ちょっと若干わかりにくいかと思いますので、あらかじめユーザーインターフェースがどうなっていて、何を評価しようとしていて、その結果が何かというと、ちょっとあらかじめ見ておく。で、まずこれがまあ評価デモのユーザーインターフェースなんですけども、まあ3つポイントがあります。で、1つは、入力のスライダーバーが2つあります。それから CPU ロードを示すようになります。それからヘビーの CPU のロードをかける、の結果を見るためのアプリケーションを示す。で、まず2つのインプットのスライダーバーですけども、まあ、1つが、まあ、先ほど来、まあ、ご説明してきましたパフォーマンスインデックスで、もう1つが温度ですね。で、パフォーマンスインデックスは左側が 0% で、まあ、パワーコンシャスということで一応電池のアイコンが書いてあります。で、右側は 100% でフルパフォーマンスで、ここは一応フォーミュラーカーで、温度ですけれども、0度から80度まで一応触れるようになってまして、です、まあ、これはだから操作する仮想温度なんですけども、この絵では、3度になっているということです。で、これが CPU のロードを示す、見るための、ウィンドウで、2つずつ作ってあります。ですので、8個のサブウィンドウがあって、上から、まあ、CPU15 の CPU0 から一番下が CA7 の CPU3 までですね。全部で8個で、右側でそのアプリケーション、右側のウィンドウでアプリケーションが動作している状況が見えるんですけども、
これは 2D のコライディング N-body 座体問題のシミュレーションでの、プログラムをインプリしてありまして、で、どういうふうに動くようになっているかというと、先ほどご紹介しました2つのスライダーバーのインプットで動作する CPU が決まりますので、その中で、最大限で動くようにしたい。ですので、CPU の数がたくさん選ばれてくると、これはちょうどこのボールがですね、バウンシングしてるんですけども、それが速度が、個数が増えるとどんどん速くなる。で、減ってくるとだんだん遅くなる。で、アプローチ1で何を調べようとしているかというと、ちゃんとクラスターがですね、パフォーマンスインデックスのバンダリーでこう、切り替わって、でさらにこのコアの数もちゃんと制御できているかという話と、それから、温度が急激に上がった時にちゃんと、CA7 以降にコールバックするかどうかと。で、これはちょっと打測的な意味なんですけど、こういったところでCA7 から CA15 のクラスターに切り替わったり、 CA15 のクラスターから1個の CA7 にこうボールバックしたりですね、そういうところがあります。じゃあちょっとデモのビデオを出します。今これC15 を4個選ばれているので、かなり元気よくこのボールがバウンシングしているんですけども、このパフォーマンスインデックスをこう下げていくとゆっくりになって、今この CA15 1個になってきました。で、一番左側にガーッと持っていくと一瞬4個選ばれるんですけども、 CA7 1個に、でまたこう順番にパフォーマンスインデックスを上げていくと、これ今マックスにしたところですけども、 CA15 のクラスターに今切り替わりました。ただこの状況で温度がガッと上がると C7 以降になると。で、一応ちゃんと意図通りの動作をしているということが見ていただけたかなとは思います。で、次にアプローチ2のバリエーションですけども、アプローチ2はちょっとまだプロトタイプの状況なので、ここの評価では、このパフォーマンスインデックスでちゃんとスケーラブルプロセッサーが、その1個の、プロセッサーから8個までちゃんと順番に、制御できているかどうかというところを、どういう形で評価できているか、制御できるかというのをちゃんと、評価しました。で、ここでは、先ほどの12状態のバーチャルスケーラブルバーチャルプロセッサーじゃなくて8状態のやつ、1個ずつ増えていくやつですね、を、実装してあります。で、ですので、ここで、調べたいのは、繰り返しになったらもうちゃんと最後に8個、5、6、1個から8個までスケーリングするかっていうことですね。で、これまず一番左が1個だけですね。で、今増やしましたので CA7 が3個のところにします。で、 CA7 が4個、で、CA15 は1個、一番上のやつが、上に示して、で、もう1個、
て、さらにこれで全部置くということで、まあ、簡単な、まあ、非対称の8個なんですけども、こういった使い方をするとですね、CA7 1個一番ちっちゃいところから、8個全部と全動作までをこの1次元のシンプルな環境で制御することができるということです。はい、で、これまだちょっとこれからやるということが書いてあります。まあ、実際の CPU フレックのコンソリデーションとか、あとオーバーヘッドのようなですね。で、結論です。C グループベースの2つのですね、ソリューションを提案しまして、で これらは両方とも、我々が認識している3つのリクリート MP のチャレンジングの問題を、まあ、解決していて、でさらに、まあ、現状のカーネルの 3.9 で、すぐに今使える状態になっています。で、イシュー1に関しましては、まあ、最適プロセスのプレスメントはダイナミックプロセスグループをCP クラスターやバーチャルスケーラブルプロセッサーに割り付けることによって解決する。イシューには C グループガバナの中でそういった追加的なパラメータをうまく活用していくことができる。で、3点目は、CP フレック等々は、その従来の1次元の枠組みをうまく活用することができる。で、さらにアプローチ2は、これに加えて8個の全てのコアを同時に使うことができるということと、それから、まあ、非常に広いパフォーマンスダイナミックレンジを実現することができます。で、まあ、次のステップとしましては、まあ、ちょっとさらにですね、アプローチ2をちょっと詰めていきたいなと思っています。で、まあ、実際に CPU フレックを組み込んで動かしていくという話と、それから、まあ、C グループガバナのパフォーマンスのオーバーヘッドですね。で、まあ、現状は大体デモで見ていただいたぐらいのレスポンスなので、まあ、すごく遅いというわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとどのぐらいの応答性かなというのをちょっと見ていきたいと思います。それから使ってない CPU ですねを、まあ、ホットプラグで抜いたり、CP アイドルで、ちゃんとパワーが落ちるところをやっていきたいと思います。それから2点目、これ重要なんですけども、まあ、一番今我々 C グループの、ソリューション、短中機械として見てるんですけども、最終的には MP になると思ってますので、MP、まあ、いろいろカーネルのパッチセットがですね、上がってますので、実際のコミュニティの方で議論が始まっているところですので、まあ、それをウォッチしながらですね、うまくコンプリメンタリーなソリューションに持っていけないかと。まあ、多分短期的にそのタスクプレイスメントを重たい仕事をビッグな方に持っていくっていうのはこの MP 関連でできるんですけども、まあ、その全体的なオプティマイゼーションというのはちょっと時間かかるかなと思ってますので、今は我々の回答を補完的になるようなものを探していきたいなと思っています。で、それからまあさらにですね、まあ、ちょっとお客さんの要望によっては、あまりことごとやらなくても、もっと C グループベースで特化したようなやり方での方がふさわしいよというのがちょっとあるかもしれませんので、まあ、そういうのもちょっと探っていきたいと思っています。はい、以上です。ご清聴ありがとうございます。質疑を取って終わりました。本質的にあんま関係ないかもしれないですけど、そもそもビッグ&リトルが生かされるこうアプリケーションというか、まあ、適用場所、SOC ってどういうのが想定されているのかなというふうになってまして、まあ、最初に製品化された、まあ、スマホっていうところは、まあ、モバイル結構環境が限られたところなんですけど、まあ、ちょっと今この話聞いてたら、まあ、いわゆる Chromebook のようなトップだとこういうのだとダイナミックレンジがいろいろと、まあ、作業に最適化されて常に電力が最適化されるのでロングライフな
バッテリーが実現できてすごいハッピーっていうところはちょっと想像ついたんですけど、ちょっとそれ以外のところだとどういうところへ幸せになれるのかなって、ちょっとなんか具体的な、それはもう非常にグッとクエスチョンですね。アムさんがまずそういうソリューションハードウェアを提供して、さあ皆さんご自由に考えてくださいっていうようなニュアンスになっているというふうに捉えています。ただまあいろいろですね、例えばサーバーの分野、私もあんまり詳しくはないんですけども、サーバーの分野でもそのプログラムで本当にこうバックグラウンドでガンガンやらなきゃいけない仕事と、それからこうユーザーからのこう問い合わせみたいなインタラクティブなとか、そのタスクの種類がいくつかありますと。でそれに対してみんな同じCPU、要するにそのタスクの負荷を考えないで、まあ、現状そうなっているんですけども、パワフルなやつを割り軽い仕事に割り振ったりとか、そういうふうになっていると、まあ、例えばサーバーとかでも今データセンターとかでやっぱり省電とかあと熱問題とかが問題になっているので、できるだけその効率よく回したいという話はモバイルだけじゃなくて、だんだん大きいものに広がっていて、で先週の Linux コンの話でもあったんですけども、やっぱりその分野間のこう技術のトランスファーになって、でそのインタープライズで作られた技術がモバイルの方に生かされるし、モバイルの方で確立した技術がそのサーバーとかそういうところに生かされていくというような総合作用がありますですので、ちょっとそういう分野がこれからあるのかなと思います。で実際の A53 でしたっけ、64ビットになってると、まあ、モバイルで使ってもいいんですけど、多分もっと違う分野になっていくのかなというので、そういうところのユースケースはこれから始まってくると思います。はい、ありがとうございます。確かジョン・コーベルトさん、ジョナサン・コーベルト、彼も、はい、この技術はそのうちデータセンターが何だったんだってことを黙ってない技術だよな、だけれど当分の間使いそうもない、でも使い出すといきなりバグが出てきてお騒ぎって話で、でそれでスケジュールがどうのこうのって話、そういう話でした。それに使われたのは AP6、 はい、これはピックアンドリトルを試すために作ったのか、それとも特定のソリューションになって開発って、あもう聞いてみるのか分からない。私もどこまで答えていいか分からないですけど、まあ、ビッグリトルの評価用でもありますし、それから、まあ、レンサス の, 今これからのいろんなチップの要素技術を、まあ、開発する共通のテグみたいな、でビッグリトル以外にも実はちょっと言えないですけど、いろいろ載ってて、なるほど、でそういう分野にも使われて、ありがとうございます。すみません。はい、デモを見せていただきましたけど、その、デモの中でボールが動いているんですけども、それぞれそれっていうのは実はそのスレッドっていうのはどういう構成なのか、もしかしたら1個のスレッドで1個のボールを動かしていて、実は たくさんのスレッドが動いている状態。今8個のスレッドで。ああ、そうです。はい、だから、はい、CPU のコアと同等以上のスレッドがあるという。そうですね、はい、そうしないと、はいはい、そうだから疑問によったのがやっぱりコアの数を増やしていったときにそれに見合う仕事がないと実は空振りに終わるので、そうです、はい、そうです、はい、その通り、はい、現実世界だとあんまりそういうふうにちょうどいい仕事があるとは限らない、うん、ところが、ちょっと難しいところなんだろうなという感じで、でそれはおっしゃる通りで、はい、なのでさっきの制御がフィードフォワードとフィードバックっていう話になって、結局次にどんな重たい仕事が来るのか来ないのかっていうのはユーザー空間しか知らないので、カーネルが過去のデータに基づいてやってるだけじゃ足りないということで、上からの情報も入れないといけないというアプローチ で、まあ、一つはだからあるその重たそうなプログラムがランチされたらそういうモードを切り替えると、インデックスを切り替えるというようなやり方が一つですし、でそれからあとカーネルのスケジューラーの世界でも、EDS っていうアーリーデッドラインスケジューリング、まあ、要はちょうどリアルタイムと CFS の間ぐらいに入れる締め切りをつけてまあ何て言うんですね、あらかじめこうプリスケジューリングするような技術がビッグリトルとの文脈でちょっと提案される、まあ時期レベルですけども、そういうの提案されているので、まあ、そういうものが入ってくる可能性はあります。ですから、まあそういうちょっと使い道としては、
なんかそういう、まあ、システムによるんですけども、まあ、この後であのちょっとリアルタイムの C グループでやられる講演もあるかと思うんですけど、何かしらそういうリアルタイム処理的なものがあるとしたら、ある程度こう予測できて、その予測に基づいたフィードフォワードのインプットを入れるというようなことも可能なのかなと。で今話してはだから締め切りがあって締め切りが遠くて何か余裕があるなと思ったらリトルのコアでやってて、締め切りが近づいたらビッグのコアで慌てて間に合わせみたいな、そういうふうなイメージでいかによろしいですか。あ、そうです、はい、はい、ちょっと面白いです、はい、なんかちょっと現実世界ですよね締め切り近づいたら本気出す。で実際はだから、いや、あのちょっとそれはあの違うので、ね、本当の Linux、まあ、リアルタイムじゃなかったら本当の締め切りってないんですけども、まあ、仮の締め切りを置くっていうアプローチもある。で、仮の締め切りがないとなんかその CPU のスケジューリングができないですので、まあ、ちょっとそういうアプローチも一つにはある。でそこはちょっとこれからあのいろいろ多分提案されてくると思いますので、それはまあこの C グループと関係なくあの MP の文脈で多分いろんな人がいろいろやってくる。あと、バーチャルスケールプレスプロセッサーのところで、結局、コアの素数とそれから動作周波数をそれぞれ変えるわけなんですけれども、でその、性能指標っていうのをその全てのコアの動作周波数の割合一応、と解釈するというような話だったと思うんですけど、このインプリンではそのコアそれぞれのコアっていうのは別々の周波数で割り当てるようなことができる構造になっているんですか。それはもう、ですね、ちょっと今ここはあのそれはまあ今後どうなっていくかっていうのは SOC による SOC によっていくと思うんですけど、現状はですね、残念ながらあのクラスターで変わっています。ですのであの一応この表示がちょっとちっちゃくて分かりづらいと申し訳ないんですけど、一応みんな同じになっています。あ、全部っていうのはクラスターごとに、ここだとこういうところは同じです。そういうあのしてあります。で、あのこの、パフォーマンスインデックスっていうのでとりあえず一応1次元に整列しようっていう考えだと思うんですけれども、それのあのリニアリティみたいなものっていうのはあのどうやって、多分制御する側としては本当に0から100までっていうのはいろいろ直線で上がっていくことを想定して制御しようとしてるとは思うんですけれども、実際にそれにどれだけ近いかみたいなものっていうのはどう評価する。一応それ動作周波数の和っていうのはある意味かなり理想的な感じなわけで、現実的にはもうちょっとなんか具体的なあの現実的なところがいいのかな。ですね、一応あのおっしゃる通りで、これあの単純にやると結構このギザギザになってあるんですけども、まあ、一応あのこれはですね、まっすぐになるようにするには、滑らかになるようにはどう周波数を変えればいいかというふうに、そうですね、この作り方っていうのがすごく難しいですので、まあ、ただこれはそのチップが決まればこれ決まりますので、だからあらかじめ、まあ、ポイントとしてはあらかじめこれは持っておくですので、CP フレックで制御するときに、このテーブルから引いてきて、それを当てはめていけば、まあ、実現ができる。あと、まあ、ちょっと感じたのは、さっきあのこれを変えても、それに似合う仕事がないと結構難しいと思うときに、どちらかというと、その細かい粒度の仕事がいっぱいあるので、実はサーバーの方からって、なんか思ったりして、それデータセンターにずらっとあると、もう多分いろんなあの似たような仕事を同時にたくさんやっていて、でそれの個数の上限に合わせていく方が実はぴったりフィットするのかなっていう感じ、なんとなくイメージを持ちました。ただ私はサーバーの方の詳しく知らないんで、現実な仕事だけかどうか分かりませんけど、組み込みの方が実はバラバラの仕事がいっぱいあって、意外にその理想的にはいかないことが多いんじゃないかな。そうですね、ちょっとあのですね、まあちょっとあのこれは一般的な枠組み、まあ、あのこのアプローチ2はある意味このバーチャルスケールバーチャルプロセッサーの構成は自由に選べますので、あのどちらかというとグローバルなあの最適化をあの保証する枠組みみたいな
意味合いで、その中はもうちょっとカーネルレベルで自由なスケジューリングしてもいいのかなという思いもあります。まあ、それが次のネクストステップで MP のカーネルパッチで有効なやつですねとうまく組み合わせて、うまく使いこなせないかなというのをちょっと考えたりしています。他どうでしょう。基本的なことなんですけど、アプローチ1の方は、結局、カスタマイゼーションベースということなので、ハイパーバイザーは入っていや、ハイパーバイザーではなくて、ユーザースペースから切り替えています。だからハイパーバイザーは、なんで問題かというと、カーネルの下にいるようなモジュールなので、そのユーザーが作るようなものじゃないんですよね。クラスターというのは何の意味ですか。クラスターというのは、CA15 と CA7 の、なんて言いますか。だからここで言うと単にここは CA15 の CPU0123 をセットが書いてあって、それをここに割り付けてる。なんか集まりっていう意味合いで普通年収してます。だから CPU のグループですね。グループを。あと、すみません、アプローチ2の方だと、CPU を前提に、そういう話になったんですけど、そもそも、A15 と A7 は、動いているようなところで、ここまで持ってくる間にそのカーネルの方で何かやってるんじゃないかなって気がするんですけど、そんなことない。いや、それはそれはありますけども、ただカーネル自身はそんな重たい処理は通常ないので、だいたいリトルのことということで、まあ、そこの実装ってもう、なんだろう、いつから入ってるのか、まあ、昔からそういうことで言ってます。リクリトルの対応がされてる感じだったらできる。まあ、ブートを CPU どれにするかというような話にちょっと関連してくるんですけども、はい、ですので、まあちょっと現状のところで言うと、実は CA15 が CPU0 が渡っているので、そっちからブートしているので、ちょっと余計なものが動いたりしているんですけども、まあ、CA7 から動かしてブートして、でそちら側にカーネル側の基本的なタスクを全部載せておけば、そんなに大きな負荷がかかるわけじゃないので、まあ、厳密に言うと、だから性能の一部は税金的にこう割引かれていると、カーネルのものが。ただカーネルがガンガン回るっていうのは、まあ、あんまりないのかなっていう想定してます。ですので、この図はその辺を表しているんですね。こっちのリトルコア上でルートとかこのカーネルっていうのを動いていて、でだから基本はこの CA7 で動かして、必要に応じてこのダイナミックビッグの方をこう拡張していくと、そういうイメージですね。回答になってます。パフォーマンスインデックスをどれぐらいのサイクルで見て切り替えていくぐらいっていう想定なんでしょうか。それは、ここで言うと、サイクルっていうよりは、なんかその実際にその重たそうな負荷が始まりそうになったということは、次に始まるってことはユーザースペースが分かっているので、でその状態でこのパフォーマンスインデックスをいじると。常にモニタリングしているというよりも、そうですね。はい、何かのトリガーで。トリガーで動かす。でこのアプローチ2の方で言うと、まあ、システムロードでそのフィードバックもかけますので、仕事、なんていうか、負荷が余ってきたら、どんどん交代していくと。
というようなあのアイデアになっています。こちらはどうでしょうか。先ほどの話なんですけど、今だと負荷状態は自ら分かっているということですね。自分のこのアプリは負荷が重いよっていうのを知っていて、次に重いのが来るよっていうことを予測してあのインデックスを切り替える。重いかどうかの予測っていうのは分かっている。いや、それはだからユーザーの判断とかになると。例えばそのアプリストアかなんかからアプリを持ってきたっていうのは、うん、今後どう重いかどうかっていうのは分からないです。そのアプリがその負荷が重いかどうかっていうのは予測つかないと思うんです。先ほど の小林さんの話と一緒で、サーバーとかそういったいっぱいアプリがあるようなところだと予測はつきにくいんじゃないかなと思うんですけど、その負荷。いや、でその場合にはあのこのアプローチ2に入っているこのシステムロードで、まあ、ちょっといっぺんにはいかないんですけど、ちょっと応答性の問題があるかと思うんですけども、はい、負荷がこうあのこれはある 70% 以上になったらあのコアの数を増やしていくと。いや これあのここで例えばこの VI よりは VI プラス1の方があの性能が高いんですね。個数が多いので。ですのでここでモニターして、なんか分からないところはこのフィードバックでカバーして、分かってるときでモニタリングしてるってことですかね。あのあ、そうです。だからそうです。だからその仕組みを、ね、あるでしょ。はいはい。ブラフォーとかってそんなようなプラットフォームでなんか、やはりテグラポーっていうあるじゃないですか、はい、それの仕組みがなんかインプリはそんなようにステムロードを見てて、ダナコステップでこう負荷が与えられてるような、フィードバックをベースにしてるっていう。フィードバックは別にテグラに限らないで、今の CPU フレックのアルゴリズム自身がそうなって、そういう機構になっていて、ですのでそれがまあその機構をうまく当てはめたいなっていうのが一つ あのアプローチ2 あの動機であって、でただその一方で、これだとその なんか分かってるのに、ユーザー側が分かってるのにこの、ま、待ってなきゃいけないっていうのはもったいないので、分かってたらどんとその上から飛び越していこうよっていう、そういうようなアプローチ。時間オーバーしますけど、気にしてませんので、私が。ありましたら、どんどん質問してください。まあ、リアクションスケジューラーって、CSS とリアルタイムと2つあるんですけど、これは CSS で、なんかそういう。あ、だから CFS を前提とした、はい、一応仕組みです。で、ただし、先ほどちょっと言いましたけども、今その CFS とそのリアルタイムの間に EDS っていうのを議論しちゃってて、まあ、それと組み合わせるようなことはあり得る。CFS から見たときにそのプロセッサーが多少いや、プロセッサー、CFS は見えない。これはユーザー空間からそうA15 と A7 は共存している、なんだろう、共存してるって管理されてるレイヤーがどこかにあるんでしょうか。だから、カーネル、現状のカーネルは SMP のカーネルがベースなので、はい、もう全部のコア、中層に扱って。SMP として見るっていうことですか、A15。A15、そうですね、はい。あ、そうなんですか。だから非対称を意識させようということは、今の、なんですかね、ビッグリトル MP のカーネルの改造のアクティビティの中でやろうとしていて、現状は、その大きい、小さいという意識がないです。そうすると重いプロセスが A7 の方に割り当てられてしまうと、 A15 が動いても有効になっても、じゃあ全体のシステム的なパフォーマンスは上がらないということなんですか。そうです、はい、そういうことです。で、今そのビッグリトル MP の
カーネルの中でやろうとしているのはタスクごとの負荷を測って重たいやつをビッグに無理やり押し込もうというカーネルのパッチが今ちょっと上がっててですね、リビューの最中です。そろよろしいですかね。とっても興味深い話、中野さん、どんな役になりますか。